令和5年9月10日第2日曜日開催、有志開催のスクワット杯です。新店舗初開催となります。よろしくお願いいたします。まずはナローツーリングクラス予選第1弾第1組まもなくスタートいたします。出走ドライバーは西村選手、浅川選手、藤原選手、片山選手、N村選手、上間選手。はい、で、参加者全員、ちゃんとお聞きください。予選第1ラウンド、どのクラスも前列グリッドはくじ引きで奇数の方ね、くじ引きで奇数の方が前列グリッドとなります。第2ラウンドは予選組分け変わりますが、偶数が前列グリッドとなりますので、運がいい人は1回目も2回目も前ですし、まあ、悪い人はその逆となりますので、そこはただ自分のくじ運の悪さだけを呪ってください。では参りたいと思います。スクワット杯ナローツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。おお、うまい。だん、あー、きれい。さあツーリングかレースのようなスタートオープニングラップ。さあ2台が遅れる。トップ走行は白青のマシン、これが上松さんか。さあ上松選手、2番手スクワット杯運営カズちゃん、3番手藤原、4番手浅川。さあ上位4台がトレイン状態。さあ5位、6位は少し遅れたか、西村、N村。さあちょっとミスが続く、落ち着いて。さあトップは白青のマシン上松選手、勝ったカラーの上松、若干違和感がありますが、さあトップ走行快調に走っている。さあカズちゃんもぴったり2番手、上位、先頭、藤原先頭、これで浅川が3番手に浮上、4番手藤原。さあこのヒートは6台中なんと5台が R33GTR スカイライン、スープラ西村選手1台のみ。なんでホンダネオクラシックレーサーが関西京都は流行らないんですか。九州行ったらネオクラばっかりらしいですよ、知らんけど。さあトップ走行上松選手、現在ストレートから1コーナー、白青のマシン、後方グリーンのマシンが2番手カズちゃん、3番手浅川選手が白黒、まだまだチャンスある。4番手藤原、白蛍光、色蛍光ピンク単独。5番手 N 村、イエローパープル。6番手明るいイエロー西村。さあレースは残り1分15秒です。3分間周回レース後半戦に入っております。残り1分15秒。第2組の方、走行台くじ引きしておいてくださいね。光栄選手、今村選手、高橋選手、勝田選手、松村選手、堀田選手、走行台くじ引きでお待ちください。さあトップ 上松選手、2番手カズちゃん、残り1分です。残り1分。スタート直後から無傷ノンミスのトップグループ。さあ3番手浅川もペースは悪くないぞ、前との距離は 1.4 秒。そして藤原は前浅川 2.4 秒、 N 村西村がバトル状態 0.2 秒、前との距離は 3.3 秒。さあ残り時間は30秒です。残り時間30秒。さあトップ上松、2番手片山、ここが非常にいいですね。すごい、ベスト 10.11 でアベレージが 10.23、 驚異的なアベレージペース。あー転倒、走ってる車優先ね、走ってる車優先で。さあ残り10秒。さあラストラップ、おお、さあラストラップだ。上松片山、ここは大切にいたい。さあ藤原ゴール、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 またです、またです、あと2台、はい、もう1台、はい、電車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは上松選手、お見事。18アップ3分6秒07。はい、では続きまして第2グループご準備ください。第2グループ出走ドライバーは光栄選手、今村選手、高橋選手、勝田選手、松村選手、堀田選手。はい、ではスターティングレッドにお付きください。
打って変わってスープラ優勢ですね、第2グループはい、では参りたいと思います。スクワットハイナロツリンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。うおー、うおー、さあしびれる1コーナー攻防抜けてきた。今のはうまかった。トップ松村最打ちを、あ、しかしミス。さあこれでトップ変わって今村松あとさあちょっとミスがついた。これで2番手がり、さあなぜか堀田がこけてる。さあトップ今村、2番手浩平、3番手松村、4番手高橋、5番手勝田、6番手堀田。さあまだまだ序盤の絡みはね、あ、よくあることです。このあといかにマイペースでまとめていくか。残り2分。トップ今村さん、松村さん、え、勝田さんと松村さんが入れ替わった。入れ替わってない。高橋、勝田さん全然残り1分。今村さん、勝田さん、高橋さん、松村さん、浩平さん、堀田さんでございます。1位と2の差2秒32。勝田さん、高橋さん2秒62、松村さん 1.06、 松村さん公平 2.21、 堀田さん 1.85。 残り30秒。公平頑張れ。タイム上堀田公平になっております。タイムアップ、はい、タイムアップ。4番ゴール、ゴール6番ゴール、2番ゴール、1番ゴール。あと2台です。ドライバー動かないでください。まだです。もう1台。はい、2社ゴールです。トップゴールは今村選手。お、18ラップ3分8秒91ナイスラン。今村選手、はい、お疲れ様でした。では続きまして第3グループご準備ください。出走ドライバーは森山選手、鴨選手、浮谷選手、玉木選手、塩坂選手、赤木選手。1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー、1番エントリー、2番エントリー、6番エントリー、4番エントリー、3番エントリー、5番エントリー。今村さん、今のめちゃめちゃすごかった。3番エントリー、ディファレンシャル 0.12 ですよ。激ヤバい、うん、あのベストラップじゃないっていうことをみんな教えたってください今村さんより遅いのに走れてる人ばっかり。はい、ではグリッドってください。これはすごい。だって全体のベストで言うたら今12台中ケツから4番目とかやって、それでも予選今暫定4位。
最高や。はい、では参りたいと思います。ナローツーリングクラス予選第1ラウンド第3組3分間周回です。スタートです。大丈夫、最後尾に下がれば。まあでも接触シーンかってよかったね今。あれでこけた時とかどうすんだろうね。前の人がこけたな。あー、転倒2台。でもカップデリスタートってないよな。1回も見たことないけど、フライングはちょいちょい見るけど、リスタートないよな。絶対行くよな。さあ、トップは鴨選手、2番手塩坂、いや浮谷、3番手塩坂、4番手赤木、矢玉吉。呼んでないな。さあ、序盤の1分が間もなく経過いたします。もう鴨選手がいいですよ。さあ、中央転倒、走る車優先で残り2分。お見合いしちゃった。残り2分です、残り2分です。トップ走行は鴨選手。鴨選手は現在中央セクションですか。そういうことはやっぱスカイラインがいいっていうことですか。さあ、2番手浮谷、3番手赤木、4番手塩坂、5番手玉木、6番手森山のレースオーダー。さあ、中盤戦残りは1分30秒、3分間周回レース折り返し地点となります。依然トップは鴨、2番手浮谷が 1.1 秒差、3番手赤木、4番手塩坂、5番手玉木、6番手森山。さあ、残りは1分15秒です。さあ、残りは間もなく1分となります。2分経過。ナローツーリングクラス予選第1ラウンド第3組残り1分。さあ、トップかも。このまま行けば好タイムが残る。さあ、浮谷も後ろついてきている。さあ、ラップマーカーが入り乱れて難しいの。わーおー、オーマイガーズ。さあ、浮谷転倒。さあ、ポジションはこれで3番手交代か。赤木が2番手に浮上。トップは依然かも。これで前クリアだ。2番手浮谷、3番手赤木、4番、2番手赤木、3番手浮谷、4番手塩坂、5番手森山、6番手玉木。残り30秒。さあ、残り30秒、残り30秒。さあ、残りは間もなく15秒。トップかも、現在ストレートから1コーナー。カストロールカラーの日産。残り10秒。R33GTR。さあ、残り10秒です。トップカモファイナルラップ。さあ、2番手赤木は候補 1.8 秒、浮谷、森山、塩坂、玉木の順。さあ、各車中に湧いている2番ゴール、塩坂ゴール、塩坂ゴール。4番ゴール、5番ゴール、ゴール、あと2台ゴール、3番、はい、全車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴラカモ選手ナイスラン。17ラップ3分6秒11。はい、はい、ではインターバル5分です。5分後ワイドツーリングクラス予選第1ラウンドを行います。インターバルは5分間です。スクワットハイ続きまして、ワイドツーリングクラス予選第1ラウンドです。ご準備ください、ご準備ください。第1ラウンド第1組、出走ドライバーは片山選手、上松選手、浅川選手、藤原選手、光平選手。以上5台走行です。ワイドツーリングクラスはエントリー数20台です。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。スクワットハイワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。おー、スピード域が上がってワイドツインプラス予選第1ラウンド第1組。さあ、トップはスクワットハイ運営カズちゃん、2番手藤原、3番手上松、4番手浅川、5番手光平。さあ、上位4台トレイン状態。光平選手もまだまだペースでは負けていない。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、序盤から
ちょっとミスかが、まあ、とはいえ流れる展開となった。さあ、序盤の45秒が経過いたします。レースは残り2分15秒。トップカズちゃん、2番手フリアラ、現在ストレート、3番手に少し遅れて上松、4番手浅川、5番手公平。さあ後ろ、おっとっと、さあ上松ちょっとミスが目立っている。これで3、4、5が圧縮状態。残り2分、さあレースは残り2分です。トップグループはカズ、藤原、2台か、3番手上松、4番手公平、5番手浅川、3、4、5。ここが1秒弱の等間隔。あっと藤原ちょいミス。さあこれでカズちゃん、藤原、距離が1秒ほどになったか。さあ藤原が2回続いてミスがあった。これで上松が迫ってくる。トップカズちゃん、グリーンのマシン、現在中央セクション、グリーンのマシンです。2番手藤原選手が白蛍光、イエロー蛍光、ピンク、いやミスがあった。さあこれで上松が、さあこれで一気に2番手、さあミスが続いてしまった。藤原3番手、公平が追いついてきた。これで2、3、4が三つどもえ。さあ2位グループ、上松、藤原、公平、2、3、4が三つどもえのバトル状態。5番手に浅川。レースは残り1分10秒。さあ後半戦に入っている予選第1ラウンド第1組、3分間周回レース、残りは間もなく1分となります。残り1分5秒。トップカズちゃん、さあここまで来たら逃げ切りたい。さあ上松2番手、3番手藤原、4番手公平、5番手浅川。さあ2、3、4、5が2秒、3秒の間にいるか。残り時間は1分切りまして、残り50秒です。残り50秒。さあトップはカズちゃん、2番手上松、3番手藤原、4番手公平。ここは近い、ドレース2秒。浅川が5番手、前との距離は 1.8 秒。さあ残りは35秒です。はい、第2組くじ引きしておいてくださいね。西村、N 村、勝田、今村、大岩、くじ引きしておいてください。さあ残りは20秒。カズちゃんが決めに来ている。さあ2、3、4は近い。残り12秒残し、カズちゃんもう一周入る。残り10秒。上位、上松ももう一周届く。おっと、ミスあった。さあこれで3位は厳しいか。まもなくだ、どうだ。入った入った。さあこれで次からゴールとなる。さあカズちゃんが7ラップ、まだ浅川ゴール、カズちゃんゴール、ナイスだ。ゴールゴールゴール、はい、全然ゴールです。ゴール、片山選手20ラップ3分5秒36。さあ一発好タイムをマークしました。はい、では続きまして、ワイドツーリンクラス予選第1ラウンド第2組ご準備ください。さあ第2組出走ドライバーは西村選手、江村選手、勝田選手、今村選手、大岩選手。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。クワッドハイワイドツーリンクラス予選第1ラウンド 第2組、3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。緊張のオープニング、あーボディ外れた。さあトップは N 村選手、2番手勝った、3番手今村、4番手大岩、5番手西村。さあ、おー危ね。さあトップ走行、御年70歳 N 村選手、後方2番手勝った。お、さあここでラインを譲った。トップはこれで変わって勝った、2番手 N 村、それに追いついてくるのが今村。今村選手いいですね。さあ大岩選手、まだまだ、あっとさあクラッシュがあった。さあこれで今村2番手浮上、3番手 N 村、4番手大岩、ここは近い、5番手に西村。さあレースは序盤の1分が間もなく経過しようというところ。トップ走行はブルーのマシン、こちらはコルベット C8R か。さあ3位が絡んでいる。さあこれで大岩が3番手に浮上、2番手今村、3番手大岩、4番手 N 村、5番手西村。さあレースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。クワッドハイワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組、トップ走行は勝田選手、現在中央セクションから後半セクションに入っていくブルーのコルベット C8R、 2番手今村選手、白ブルーがマクラーレンと LVC、 1.4 秒差。トップ勝田選手の距離は 1.4 秒差。そして3番手大岩選手、青白赤のアウディを歩いたでしょうか。大岩選手が3番手走行、前との距離は同じく 1.47 1.5 秒。さあ N 村4番手、5番手西村、残り時間は1分20秒です。さあ3分間周回レース、折り返し1点を過ぎまして後半戦に入っている。トップ勝田選手、現在1コーナー2コーナー、ブルーのマシン、
2番手今村選手が後方 1.5 秒、あほぼ同じペースで中盤周回している。そして大岩選手は少し遅れたか 1.8 秒、まあ少しと 0.3 秒、いや 1.6 秒、ほぼ変わらず、山村がその後方4番手走行 2.1 秒、西村選手があそこボディハブか5番走行。残り時間1分切りまして残り50秒です。残り50秒、はい、第3組の方くじ引きしておいてください。第3組の方、高橋選手、佐野選手、睦美選手、森山選手、玉木選手、総10代くじ引きしておいてください。あ、残り時間は35秒ですね。ワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組、勝田選手がこのペースでいけば予想周回20ラップが点灯しているアベレージは 9.29、 暫定1位2位ペース。さあ勝田選手が暫定ポール更新になるか。先ほどカズちゃんがマークした20ラップ3分5秒。さあレースタイム残りここで残り10秒です。さあトップ勝田、何もなければもう一周入る20ラップ目。さあ残り5秒。さあ今村大岩、ここは距離が近い、もう一周ファイナルラップバトルか。タイムアップ、大岩ゴール、大岩ゴール。さあまさかの今村大岩の間にラインがあった。さあ今村帰ってきた20ラップ、はい、テンションゴールです。ポールは勝田選手、20ラップ3分6秒79、成功更新はならずですが、とは言えないプランでした。暫定2位タイムですね。はい、お疲れ様でした。続きまして第3組の方ご準備ください。出走ドライバーは、高橋選手、佐野選手、睦美選手、森山選手、玉木選手。はい、では参ります。スクワットハイワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第3組3分間周回です。スタートです。おおおお、いきなり左向いたな、びっくりした。さあスタート直後ちょっとクラッシュがありましたが、あ、混乱の中抜け出てきたのは白蛍光オレンジ森山選手、2番手佐野、3番手高橋、4番手玉吉、5番手むずみ。さあ転倒、マーシャルお願いします。さあ転倒はオーマイガーむずみ。さあトップは森山選手、白蛍光オレンジ、カラーリングは鮮やかなコルベット CHR。さあ2番手アウディ R8、 佐野選手白青のマシン、3番手白オレンジグラデーションが高橋選手、マクラーレン PR-GTR ですね。マシンバリエーションに飛んでいて楽しいですね、見てても。そして4番手に玉吉、アウディ R8、 5番手むつみ、マクラーレン PR-GTR、 12C。 さあ残り時間は2分です。1分経過。さあ2位争い入れ替わりがあった。これで佐野はラインを打ったか。2番手に上がったのは高橋、トップ森山、2番手高橋、3番手佐野。さあ上位3台いいですよ、ミスなく周回重ねている。7周目に入っていく、約20周から19周ですので、あと10周ちょっと丁寧に行きたいところ。さあトップ森山、2番手高橋。さあこれでラインを譲って高橋トップ走行、2番手森山、3番手佐野。いいですね、上位陣めちゃ冷静ですね、冷静な面々が揃ってますね、見てて安心感がある。トップ高橋、2番手森山、ちょっと佐野がミスがついてるか。佐野3番手、4番手玉吉、5番手むつみ。さあトップ、これで上位陣もばらける展開になった。トップ高橋が現在ストレートから1コーナー、白オレンジ赤グラデーションカラーが鮮やかなマクラーレン P1GTR。 2番手 C8R コルベット森山選手、3番手白アウディ R8 佐野選手、4番手赤カモフラ玉吉、5番手白蛍光イエローブラックムズイン。残り1分切りまして残り50秒で、おっとおっと、さあトップ2コーナー1ミスあった。しかしポジション入れ替わりはない。さあここ絡んだらもったいない。残り45秒。さあなんとしても流していきたい。さあ残り35秒、トップ高橋、2番手森山、佐野までが19ラップペース。さあレーサー残り30秒。さあ残りは20秒。さあ依然高橋現在トップ走行、ストレートから1コーナー、後方森山が2番手 0.9 秒で続く、3番手佐野がその後ろ 3.8 秒、4番手玉吉 1.5 秒後方、あ、むつみが近い、玉吉むつみん、ここ4番5番が 0.5 秒差。さあレースタイムはここで
タイムアップ、追加のゴール、ゴール、タムチムピンゴール、高橋トップゴール、森山ゴール、まだです、ドライバー動かないでください、まだ、はい、電車ゴールです、トップゴールは高橋選手、19ラップ3分3秒45。はい、お疲れ様でした。予選第1ラウンド第3組まで終了しまして、続きまして第4組へ参ります。第4組出走ドライバーは松村選手、浮谷選手、堀田選手、清坂選手、赤木選手。はい、スターティングマッシャルありがとうございます。では参ります。スクワットハイワイドツーリングラス予選第1ラウンド第4組3分間周回です。スタートです。うほー、わおさあ1点と。さあ1コーナークラッシュがあったが、そんな顔抜けてきたのは白、水色のマシンは堀田選手、トップ走行。2番手後ろに引くのが松村選手、3番手浮谷、4番手赤木、5番手塩坂のレースオーダー。さあワイドツーリングラス予選第1ラウンド第4組、ワイドツーリングラスの第1ラウンド予選走行最終組です。さあ堀田一瞬逆にコーナー逆に車が行ったが、さあこれでトップに立ったのは松村。え、これ2、3、4、5前者同一仲介。さあやり合ってしまった2、3、4、5。さあ2、3、4、5、塩坂、赤木、浮谷、堀田の順。あ、トップ松村、もったいない。ええよ、楽しんで。あかん、車、あかん、もマシントラブルか。浮谷選手が多分前外れてるか、マーシャル回収ですね。さあ、オーマイガー、さあマシントラブルではレースが楽しめる、タイヤが外れてる。さあ残り1分30秒、折り返し地点で3分間周回レース。トップは松村、2番手赤木、3番手堀田、4番手塩坂、5番手浮谷。さあトップ走行松村選手、あ、堀田転倒、真ん中マッシャルお願いします。さあ残り1分15秒です。トップ走行松村選手が、現在中央セクションですね、白青蛍光イエローの差し色の入ったアウディ R8、 松村選手トップ走行、現在2コーナー3コーナー、それを追います2番手赤木選手、赤いマシン、3番手、堀田選手、清坂選手、4番手ワンランナップか、ここ、5番手ニュキア選手はマシントラブルでピットイン。レースは残り45秒です。残り45秒、トップ松村選手前後クリア状態、後ろも6秒差。さあ赤木選手が2番手走行、残り30秒さあ残り30秒です。堀田、塩坂、浮谷が帰ってきた。あかんか、あ浮谷やはりタイヤが厳しいか。さあ残り15秒です。さあ松村もう1周入るか、ギリギリのところ18周目に入っていく。さあ残り10秒のコール、いやもう1周入るね、これは楽々ですね。おー抜けた。さあナイスファイナルラップ。さあ次からゴール3分経過、赤木ゴール、赤木ゴール、松村トップゴール、レッド甲中。はい、前者ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは松村選手、19ラップ3分6秒59。一緒飛んでる、あ、ほんまに。はい、ではこれでワイドツーリングラス予選第1ラウンド終了です。続きましてオープンクラス予選第1ラウンド第1組、まもなくスタートとなります。出走ドライバーは浩平選手、片山選手、上松選手、大岩選手、浅川選手、江村選手、勝田選手、以上7台走行です。7台走行です。オープンクラスは、13台エントリーです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。はい、では参りたいと思います。スクワットハイオープンクラス予選第1ラウンド第1組3分が周回です。スタートです。さあスタートしました。わお、3台クラッシュ、いや3台違った、2台やった、1台ボディ外れてる。さあトップ走行は上松選手、
2番手、ああクラッシュ、1台転倒、あ走ってる車優先ね、走ってる車優先ね、とりあえず走ってる車の邪魔だけはせんといてあげて。さあこれでトップは勝った。もうこけたもんはしゃあないんで、予選2回ありますから。あトップ大岩、さあトップは大岩選手、現在中央セクション青白赤のマツダ78並び、2番手勝った DS020 ブルーのマシン、3番手に N 村イエローパープルザウバー C9、 おっとクラッシュ、さあトップ入れ替わり、再び勝ったトップ、2番手大岩、3番手 N 村、4番手にグリーンがカズちゃん、5番手コ、公平、6番手上松、7番手浅川。残り2分、さあレースは残り2分です、残り2分です。トップ走行はこれで勝田選手、現在1コーナー2コーナー、青いカモフラカラーのトヨタ TS020、 2番手は N 村、3番手大岩、ここはテルクノーザー、4番手にカズちゃん、グリーンのマシン、さあ2番手入れ替わった、これで大岩2番手、3番手N 村、その後カズちゃんが来た、5番手に公平、オレンジのマシン、6番手上松選手、イエローグリーン、7番手浅川選手が白赤、あ白黒、さあピットインしているのは上松選手か、さあ浅川クラッシュ、残り1分10秒で、うわー1コーナー飛んでった、さあ残り1分、残り1分、さあトップ走行は勝田選手、単独トップ走行ですね、現在最終コーナーからストレート、青いトヨタ TS020、 2番手はこれでカズちゃん上がってきたみんなあれやな、あの藤原をどうやって振り向かせようかと1コーナーでいろんなことやってるね。さあ残り時間35秒です、高いか、さあトップ勝った、あカズちゃん、あはい、待って待ってる、あカズちゃんもミスがあったのか、さあこれでカズちゃんが序盤は下がってましたが、中盤残り20秒、さあトップの背後まで来ている、トップ勝った、2番手勝った、いや2番手カズ、トップ勝った、2番手カズ、3番手に大岩、4番手 N 村、5番手公平、6番手上松、7番手浅川、残り10秒聞きまして、残り間もなく5秒です。さあトップグループもう一周入るか、ギリギリのところ、入った、ファイナルアップ、上松ゴール、後編まだレース中よ、レース中、まだですよ、レース中です、まだです、まだです、まだです、ドライバー動かないでください、ドライバー動かないでください、はい、電車ゴールです、トップゴールは勝田選手、20ラップ3分8秒57、バタつきましたね、とにかく、とにかくバッタバタのオープンクラス予選、第1ラウンド第1組、傷だらけのトップゴールやから、羽折れへんかっただけでよしとしましょう1番エントリー、2番エントリー、3番エントリー、4番エントリー、5番エントリー、6番エントリー、だってちょいちょい減ってたから大体6番エントリー、2番エントリー、はい、続いてオープンクラス予選第1ラウンド第2組、3番エントリー、ご準備ください。6番エントリー、1番エントリー。出走ドライバーは、むつみん選手、赤木選手、今村選手、佐野選手、鴨選手、木谷選手。前ラッキーですね。はい、では参ります。スクワットハイオープンクラス予選第1ラウンド第2組3分外周回です。スタートです。さあ、さあ、うわー、さあ1コーナー落ち着いて、さっき第1組の2の前になったらあかんで、とりあえずまとめていこうさあトップ抜けてきたのはむつみん、むつみんこのまま無傷でいったら暫定ポールのチャンスもあるよ。さあトップむつみん、2番手今村、3番手赤木、4番手佐野、5番手鴨、6番手浮谷、うまい、さあ序盤の1分が間もなく経過いたします、
トップ、むつみ、2番手、今村、3番手、赤木。さあ、流れております。4位、佐野も悪くない。おっと、ちょっとクラッシュが出た。残り2分、残り2分。さあ、依然トップはむつみ。むつみ、現在、暫定2位ペース。さあ、来てるよ。残り1分45。ちなみに上松さんは現在暫定ケツに残り1分30秒折り返し戦。さあトップはむつみ、2番手赤木もいい、いや、あ、じゃあ失礼、2番手佐野か、2番手佐野、今村、赤木、ここが234。さあ三つの前削り合ってはいけない2位争い、5番手かも、6番手浮谷。さあ残り時間は1分15秒です。さあむつみが依然19ラップ、おお抜けた。さあ残りは間もなく1分です。さあ頑張れむつみん、トップ走行。さあ2位争いは佐野、今村、赤木、蛍光イエロー、白、赤の三つどもえ234。うまいですね、合わせが、おおうまい。せっかく、さあ今村抜群のパッシング、完全にカウンターアタックですね。さあこれで今村2番手、さあ佐野もまだまだ食らいついていく、3番手、4番手赤木、5番手佐野、6番手浮谷。さあレースは残り30�秒切りまして、残り25秒。さあトップ走行むつみはペースキープ。さあいいですよ。さあ残りは12秒、むつみあと2周、残り10秒。さあ残り10秒。さあファイナルラップ、残りはまもなく3分経過。どうだ、次からゴール、ゴールゴールゴール、まだですよ。あれ佐野赤木はゴールしてない、赤木さんが相手に、あ、赤木さん勘違いしたのか。どんまい。これはちょっと、これは救済できへんな。はい、お疲れ様でした。トップゴーラー、むつみん選手。19ラップ3分2秒03。19の1秒、1万、あ、20。なんだかん暫定4位。ナイスラン。だって20入れへんかったもん。はい、お疲れ様でした。では5分間インターバルの後、AWD クラス予選第1ラウンドへ参ります。続きまして AWD クラス予選第1ラウンドを行います。ご準備ください。出走ドライバーは堀田選手、塩坂選手、鴨選手、赤木選手、上松選手、細田選手、店長。まあワンヒートですよね。あのとにかく車を潰さない、潰さないように。2番ですね。はい、では参ります。スクワットハイを AWD クラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。ただ合ってる、ただ合ってる、近すぎて気がつかへん。はい、トップは店長、2番が上松、3番手赤木、4番手細田、5番手塩坂、6番手鴨、7番手堀田。おお、危ない。はい、トップ店長、2番手上松、3番手赤木、ここまあ間違いね。で4番手ちょっと空いて、そこが5番手昇下が6番手鴨、7番手掘った。
トップ店長2番手上松との差が 1.3 秒。あ、これで1に近づいた。1位と2位の差がコンマ4秒。1、2、3が近いね。赤木も近づいた。1位と2位の差コンマ5秒。2位と3位の差コンマ7秒。残り60秒。1位と2位のベストは一緒。ベスト一番速いのは赤木。トップ天使は2番手上松、3番手赤木、4番手細田、5番手鴨、6番手清坂、7番手堀田。おお1位、2位はこれで差がコンマ1秒。残り10�秒。残り10秒。タイムアップ。次からゴールです。5番、はい、店長ゴール、上松ゴール、赤木ゴール、はい、ゴールゴール。9番、ゴール6番、ゴール3番、ゴール7番、ゴール全長、ゴール。はい、チームにて、終了です。きっついで、ベタベタで、ベタベタで。30分。30分ね。はい、はい、インターバル30分です。はい、お疲れ様でした。はい。